やっぱり生い立ちを聞いていかなきゃ。はい、生い立ちは高3で留学。聞き取れない、喋れない、自信喪失みたいな、はい、アメリカの大学と日米併願受験して、はい、トフルも受けましたし、はい、SAT も受けました。ICU だったら大学全体がもうっていう感じなのか、はい、始まりました。マテチャンネル。さあ今回ですね、はい、まゆさんには出てきました。はじめまして、まゆです。と申します。すごいスペシャルゲストなんですけど。いやいや、そんなまゆさんなんですけども、はい、やっぱり生い立ちを聞いていかなきゃ。はい、生い立ちは気になると思いますんで。静岡生まれのずっと東京育ちで、英語にフォーカスして言うと、小学生の時に英語劇みたいなのをお母さんにやらせてもらってて、はいはいはい、それは本当に歌だけみたいな感じです。歌と右手上げて左手上げてみたいな感じのやつをやってて、はいはいはい、あとは塾とかも行ってて、うん、英語楽しいみたいな感じで中学入って、うんうん、そっからまあ普通に文法の勉強とか始まって、うん、その前までは歌とか、ね、そうですそうです。もうカノンちゃんみたいに。あ、そうなんですね。わかんないです。カノンちゃんめっちゃ歌イエーイみたいな、ミュージカルイエーイみたいな。あ、そう、あ、そう、ミュージカルイエーイって感じでした。留学中もミュージカルイエーイみたいな。ああ、そうなんですね、はい、あ、そうです。留学グランプリ触れなきゃ太田さんにまた言われちゃう。あ、そうですね。一緒に審査員をやらせてもらってます。そうです、はい、あ、そういう感じだったんですね。そうなんですよ。歌イエーイで。そうです、歌イエーイ、踊りイエーイみたいな。踊りもずっとやってたんで。あ、そうだ、踊りもそういうのやってきて。中学生じゃあ普通に。そうです、普通に中学からは私立だったんですけど、中高一貫だったんですけど、はい、勉強始まって、うん、で、まあ、塾とかも行きつつ、うんみたいな感じで、高3で留学しました。高3で、はい、高3でどこに留学したんですか。ニュージャージー州です。アメリカの。そこはどうでした。そこはでも結構成績が1位とかで、ずっと英語が、はい、あの学校で2位とか、2位とか調子悪くて5位とかだったんで、もう英語できるだろうみたいな感じで行ったんで、結構引き止めされましたね。あ、そうだったんですね。はい。何が大変でした？聞き取れない、喋れない、はい、自信喪失みたいな、はい、聞き取るの大変なんですよね。そう、ハイスクールミュージカルみたいなのをちょっと予想してたんで、はい、その時もう超ハイスクールミュージカルの世代で。あ、なるほど。そういう感じの高校とかけ離れてたんで、当たり前なんですけど、はい、そんないきなりミュージカル始まるとか話しかけられるとかないじゃないですか、はいはい、日本だったら留学生みたいな、はいはいはい、話しかけられるのも全然なかったんで、うん、どうやって友達作るんだこれ。そこからどうやってコミュニティをこう広げていったんですか。あ、でもダンスとかが結構大きかったですね。ダンス部の子とかだと英語話さなくても分かるというか、ミュージカル入ったので、うんうんうん、そこで結構友達できました。やっぱりその辺カノンさんと似てるんですね。ミュージカルイエー、ミュージカルイエーで、ニックも歌歌ってるし。あ、そうですね。歌って踊ってる人たち、パリピーたちに、パリピたちに大二郎と僕とグランプリではいてっていう。そうですね、はい、仮面かぶってるやつ。あ、そうですね。がお二人。そうそうそう、そんな感じだった。じゃあだん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 友達もできて。そうです、もう楽しくなって、うん、そのまま終わって帰ってきてから受験して ICU っていうところに行って。あ、そうですね。なんかアメリカの大学受けるかみたいな。あ、そうですそうです。アメリカの大学と日米併願受験して、はい、受かったところもあったんですけど、うん、4年生の大学、うん、金額面とか、うん、レベルとか見て、うん、日本の方に行くことができました、うん、アメリカの大学の受験で何勉強したんですか。それは。あ、でもリベラルアーツを受けてたんで、はい、なんかこれトフルとかそういうの。あ、そうです、トフルも受けましたし、はい、あ、SAT も受けましたし。あ、 SAT じゃあ単語大変じゃないですか。大変、めちゃくちゃ難しいじゃないですか。 SAT 級よりも大変ですよね。全然レベル違う。あ、そうですよね。でもなんか簡単になりませんでした。私の世代が難しかったところまでで、はい、その次の年か次の次ぐらいから単語が簡単になったんですよ。へえ、なんてこった。そうなんですよ。だから、え、医学用語みたいなのを覚えさせられて、で、あとサブジェクトも取ってたんで、はい、大変でしたね、勉強。え、何やったんですか、ここ。サブジェクトですか、はい、確か、生物と歴史か、うん、はいはい、世界史と生物。あ、そういう感じでやってて、でもまあ英語を通して勉強するわけですもんね。そうです。え、それも留学して帰ってきてから。そうです、帰ってきてから勉強したのかな。でも日本の方の勉強もってことですね。あ、そうです。だからセンター試験の勉強、トフルの勉強、 SAT の勉強、出願書書くのもめっちゃ大変で、はいはいはい、あとはまあ日本のそれぞれの勉強、うん、私立だから、はいはいはい、それぞれみたいな。まあ SAT の日本で売られてた単語帳の参考書はそこ開ければ入ってるんですけど、はい、あ、さすが。実はもう絶版ですけど、出ない。こんなに難しいですよ。いや、難しいですね。それをやって。日本ではどこの大学を。ICU、うん、あとシルス、早稲田の。ああ、はいはいはい、はい、FLA、上智の FLA。 もうやっぱ国際系ですね。そうです、もうそこら辺来ました、はい、
からそれで ICU 行ったんですね、うん、これどこ受かったとか言ってるんですか。あー、上智の FLA と ICU でめっちゃ迷って ICU しました、はいはいはい、SFC とかは多分途中で受け、あ、SFC も受けた、なんか途中でやめたきなんで志願書出して受けなかったのか、志願書も出さなかったのかちょっと覚えてないですけど、じゃあ慶応もあったわけですね。じゃあ総慶、そう、もうそこら辺の同じレベルのところ全部出したこと、うん、へー。そして ICU、 なぜ ICU にしたんですか。いやー、一番アメリカの大学に近いんじゃないかって思ったっていうのが大きいですかね、はいはい、なんか上智の FLA はその FLA 自体は多分むちゃくちゃアメリカの大学によってて、うん、なんですけど多分 ICU だったら大学全体がもうっていう感じなので、うん、学部じゃなくて学部1個しかないんで、ね、っていうのかな。結構特殊な問題じゃなかったでしたっけ。なんかアトラスっていうやつがあるんですよ。なんか不思議な教養みたいな、なんとか教養のなんか謎の試験ですよね、はい、そうです。なんかトフルの簡単版みたいな感じです、はいはいはい、英語に関してもやっぱすごい特殊だなと思いました、うん、やった時に。あ、さすがやられてらっしゃる、うん、すごい分析して、うん、なんだこれはって思いながらそうですよね、なんか他の学校と違う、はい、あそこで ICU で、まあみっちゃんもね ICU で、そうです、スタディーの2人やってましたよね、動画。あ、そうです、そうです、あの ICU 行ったりとかでパリピーみたいな感じのそんなの、あの全然全然ICU 生活はどうでした。え、めっちゃ楽しかったですね、あ、でも緊急治療室じゃないですよ。あ、そうです、あの国際キリスト教大学、はい、キリスト教職はそんな なくても大丈夫なんです。そうなんですね、はい、私キリスト教じゃそんなないんですけど、はいはい、そんなそんなってか、なんかなんかちっちゃい頃になんか洗礼みたいなの受けたらしいんですけど、はいはい、それ以外のこと何もこうプラクティスしてないというか、はいはい、何も言ってないんで。バプティズムみたいなやつでしたっけ。多分ちっちゃい私が頑張ったらしいんですけど、全然家族もですし、だからそんなにキリスト教の人って感じじゃないんですけど、うん、勉強はむちゃくちゃ大変でしたけど、そうですね、まあでもアメリカの大学に比べたら全然、あ、まあそうですね、はい、そういうところで何を勉強したんですか。言語教育と、はいはい、あとなんか MCC っていうメディアコミュニケーション文化っていうカルチャーっていうのを二重専攻してました。ダボーでやるんですね、すごい。そうなんです、ダブルメジャーできるんです。しんどくなるんじゃないですか。あー、まあまあそうですね、 MCC は正直比較的そんな難しくなかったんで、うん、メジャーマイナー的な感じでしたね。ああ、そうですね、メジャーマイナーもできるんですけど、はいはい、あ、でもダブルメジャーにした、ね、そうですね、もうやっちゃえみたいな。すごっ。いえいえ、全然単位が多くなるじゃないですか。ああ、なりますね。でもまあ、でも教職は取んなかった。あ、教職難しすぎて、うん、あと留学したんで大学で、あ、はい、それで教育実習とその留学の両立が多分時期が被るんですよ、はい、なので断念しました。あとシンプルに勉強難しくて、ね、ああ、はい、いやだってダブルメジャーでプラスで教職課程取ったらとんでもない。そうですね、もう教職課程の時点でダブルメジャーみたいな感じでしたから、あ、もう英米文学専攻と教職で2つやってる感じでしたから、ね、持ってらっしゃるんです。ちゃんと教育実習も行ってで中高の免許取りましたよ。で教えられたことあるんですか。東大の院に行ってる時に中高一貫校で教えてました。すごい大変です、非常勤講師でやってましたよ、うん、せっかく取ったから使わなきゃって思ってやりました。そうですよ、ね、いや、そうですよ、もうあんな大変なのは絶対使った方がいいと思います。でもそれをやって、まあ、常勤には絶対ならないなと思いました。 ICU やっぱね、謎な人たち多いですからね。多いです。何をやってんだろうって思ってる人いっぱいいますけど、全部英語でとかではないんですか。あ、違うんですよ。それが英語は何単位何十単位取ってくださいみたいなのもあるんですけど、はい、私たちの時代は ELA って言うんですけど、はい、授業を取らされますね、レベルによって。はいはいはい、あ、なるほど、そういうので。じゃあもう本当にみっちゃんは日本語取ったらしいですけど。ああ、なるほど、そうですねアメリカから来てる側ですからね、みっちゃんは。日本語の試験もあるんですよね。へえ、それでやってて、はい、で結局何になったんですか、その後 ICU 終わって。まあ普通の企業で働いてたんですけど、はい、就職して、就職して辞めて、うん、今こんな感じで今独立して、はい、どうして独立を決めたんですか。やっぱ英語教えたいって思いました。あ、そう、それもありましたね。ずっと英語教えたいはあったんですけど、はい、英語の先生に学校でなるのはちょっとなんか違うなっていうのは思ってて、うん、でも特に見つけられてなくて、うん、生き方がこっちの方がいいなみたいな感じで。でオンライン塾で。あ、そうです、そうです、オンラインで、まあプライベートで教えてます。はい、そうですね、はい、やっていますので。サービス名はあるんですか、名前は。あ、特に特にないないん、特にないですね。特にね、ホームページはありますからね。あります、あります、はい、いろんな写真が見れますありがとうございます、見ていただいてそれを今はじゃあやって。そうですね。で、あと YouTube と、あ、そうです、とか TikTok とか、あ、インスタもとか、はい、はい、そうです、出てきますと思いますやっぱ楽しいですか、はい、働いてる。楽しいですね、全然比べたら比べたらはい、企業に勤めてたので。そうですね。別になんか英語使う仕事じゃなかったんですか。そう
うなんですよ、部署とかでそういうわけじゃなかったんですね。なるほど、じゃあ英語かってなりました。あーそうですね、このままだともうどんどん下がってしまうと思いました。やっぱり英語力を保つために、うん、じゃあぜひまやさんの動画の一部流しておきますね。あー、英語喋ってるシーン。Today we're here at ICU! Isolated Crazy Utopia!No. International Creation University. 今後どうしていくとかあるんですか？いやーサービス名つけたいみたいな、なんかもうちょっと大きくしたいとかはあるんですけど、はい、まだあんまり考えられてないですね。まあ、何がいいですかね。眉唾、あ、だよくない、眉唾もの。眉唾なんですか？眉唾もの、これ東大で出たんですよ、英語の試験で。眉唾ものを英語にしろっていう。眉唾もの、はい、っていう怪しいものみたいな意味。あー、そうなんですか？よくない意味。眉なんかあればぜひ、あれば募集中です。なんか右眉を左眉でもいいし、なんかアイデアがあったらぜひお願いします。いいのかな、出そうな気がします。はい、Me and you みたいな。あそうですね。そう、なんかあったらぜひ言ってください。で、YouTube ではどういうのが主に発信されてますか？勉強法とかも結構やってますね。アメリカの留学はこうだったみたいな感じの。まあ、某企業のね CM 出てて毎日広告が出てたっていうので、そうですね。今年一番サムネを見た YouTuber ですか？本当ですか？すごい。一回見たらもう消されないんですね。押せばよかったですね。だから、ね、広告って出てたから広告なんだって思ってて。そういうのに関連がありそうな人に出す。っていうやつで設定してるみたいな。だから英語なんで英語のやつをよく見る人だから、ね、いやわかります。でも左上にいつもいるっていう。ああ、お邪魔してます。そういう感じです。はい、じゃあ、はい、ぜひまやさんのチャンネルも見てみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ということでした。 Thank you for watching. ありがとうございます。